はい、ーですで今日は2月27月日日です。えまあ、き今日は東武鉄道でネタがかなりたくさんあったので、まあ、まあ動画は、ま、いろいろ都合あって撮らなかったんですけどまあ写真を交えて紹介したいと思いますまずですね東武東上線の5万系の 51004F が あの南栗橋を出場して、まあ、北千住と南栗橋を往復する試運転がありました、まあ、まあ普通にまあ検査を受けて出場したんだろうと思いきやなんと今回あの5万系の第1編成にされたようのと同じタイプのフルカラー LED となって出場したようですあのまあ確かにあれ 頭部の車両では珍しく、あの民調体じゃなくて、五色体なのが、あのー、特徴ですよね、5万系、5万系もあれ、第一編生が出たとき、すげえ違和感感じましたが、今回はまあ、5万系はまあ,あの、貫通扉がない状態でしたが、今回、貫通扉がある、いわゆる、まあ、普通の顔の五万系列としては初めて、フルカラーの五色体の LED になったということです。 まあ、あれだったら普通の、例えば普通、快速とか、まあ、そういう急行とかそういう普通の運用だったらまだいいんですけど、まあ、今回、試運転行われたことなんで当然、ま、行き先表示が試運転なんですけどあれ、あれ行き先表示全体に、ね、なってるんですよね、まあ、5万系も多分そうなんですけど多分試運転とか回装とか臨時とかそういう系のやつあれ、あんまりちょっとね正直言ってあんまりかっこよくないなと思うんですよ。 まあ今回、写真を撮ってきたんですけど、コマ万系の全の面に、まあた、今までは確か、シュベッの部分にち、ち細かまとちっちゃく、試運転とか回送とか書いてある感じだったんですけど、まあ、入場も撮ったんで、その時き回送、まあ、あ左端にまあちょこんと、まあ、3色 LED だったんですけど、今回、デカデカと試運転っていう感じですからね、いや、主張が激しい。 とということでまあ5万系の話はそれくらいにしてなんとん今回そして次のネタなんですけど8000系の,あの亀戸線とか大師線で走ってる編成のうちの 8570F が今日北館林に廃車改装されたんですよね。それは僕知らあ,んあまり知らなかったんで撮れなかったです。 5万系の方の撮影行ってたら、まあ、普通に終わってましたでもまあ一館林ではさつ画像撮影しましたいやそれは多分ね多分1万系の第4編成がワンマン化の改造を受けて館林で運用開始してその玉突き転属としてもともと館林でローカルで出た 8576F が カスカベにやってきてそれで8570歩を置き換えたってことになりますね8570 f はなんだろうはいぐ検査の期限が近かったのかもしくはあのまあキキの具合が調子が良くなかったのかもしれませんね多分はいそれで確か今回はあのー、あれファンクラブあります まあ僕は入ってないんですけど、それで、靴上がったみたいです、すかべから館林で。そういうの一緒ですよ、ね、廃車回送の、まあ、途中経路に乗れるっていうの。東武でも前もファンクラブ限定だったかな。350系も、廃車の時に南栗橋から館林までありましたね。いや、まあ JR でもそういうのたまに見え、ちょっと前までありましたよね。なんか200系とか、あ、200系じゃない201系だ。 中央線の201系とかあの房総の113系とかスカ色のやつねああいうのがありましたよねそういうの結構面白そうですよね個人的にはスペーシアであの伊勢崎線の館林の方まで行ってみたいという気もありますがまあまだ僕はファンクラブの会員ではないのでまあできるかなとはかもしやってみたら面白いなとは思ってるくらいですそしてですね 8570F が 廃車改装されたからも、北館林には何,もこ今日は何も来ないだろうと思いきや、なんと午後には、東部1万30キロの50番台ですね、11668F、6両の,あの編成ですね、が北館林にまた改装されたんですよ。これがね、今回謎なんですよね。あの、廃車改装だったの多分 8570F とか、まあ、 基本的に東部の,あの本線の廃車改装って午前中に行われるんでまあその時間に改装されてはおかしくないんですけど今回午後に改装されたんですよねまあ午後にもあの一応メトロの,あの最近でいうとこの8000系とかは確か午後の時間に改装されるんですよだから廃車の可能性もあってあと今回出てるのが 疎開,さ疎開のために北館林に改装されたという噂もあるみたいですどっちなのかも僕も分かりませんまあ当然しょそういう結晶の関係ではないのでただまあこれはまあ情報なんかがい,いたんでまあ急いでと、まあ、撮影することはできましたそれで今回もともと 107F と2万系の中間車があった北館林にその その 8570F と 11668F が2本やってきて春日部の所属の車両がなんと4本まあ前2万系とかまあ半端な渋滞だけどまあ4本分集合したという結構熱い感じになりましたねまああと、まあ、余談ですけどあと1個は 1, 1万系のまあ第4編成かな6両の それが、あの、津波入場したみたいですねこれもまあ今までの前例通り屋根修繕らしいですけど、まあ屋根修繕が津波で増えてるから、なかなか、あの、2両をかけ2両のあの1万30が今津波であのワンマン化とかそういう改造を受けてるみたいなんですけど、それがなかなか進まないですね。<laughs> まああと まあ、ツアーで思い出したんですけど、3月い、何日だっけ、何日か忘れましたけど、こうあの、館林の,あの研修区に、まあで、入れ、まあ、電車の外から、電車から入れ、に乗って入れたり、あと、ツアーの、ツアー工場の中を見学できるっていう、結構そういうツアーありますね。 いや僕もそのツアー参加しようかどうか考えてまあ値段とかとそういう面予定とかそういう面から考えて参加しようかなーとかずっと考えてたんですけどまあそうこう悩んでるうちにまあツアーが、ま、いっぱいになっちゃって店員でもう締め切られちゃったんで結局は参加で,できるじまいですでもまあ,あの800系850系があのスカイツリーラインを爆走するのは見てみたいですよねまあ行ってもなんか 月の,あの毎月あの検査を受けるために北スカ部に行くことあるんですけど、それより南、まあ、北スカ部より南に行くことなんてめったにないですからね。まあ、かつてはあの3たさ3でつなげて6両で準都市とかそういうので浅草まで来てたことあったんですけど、まあ、それは暑いですね。とまあで、あと地味に東部一万系の唯一じゃ、ね、あ2本いるあの8両固定編成。 1>, 1万 1801F と1万 1802F。802F の方はまあずっと動いてる感じなんですけど、第1編成の方はずっとここ最近急車で、あの南栗橋で2位としてたんですけど本、今日だったかな、今日あたりに復帰したようです。あの数日前にあの、一時はドア外されたこともあったんですけど、 ドアもちゃんと元通りになってで数日前に南栗橋から北カスカベへ帰ってきて今日あたりからまた運用入ってるみたいですね。復帰されてよかったです。復帰してよかったです、ね。ただただやっぱり8両固定なんでどうしても朝夕飲むしか使えない日中は相変わらずの北カスカベでお昼寝という状態が続くのはまあ仕方ないですが、まあ、運用復帰してよかったですね。ねどうやらなんか 交換されたドアがあの前に廃車になったあの東の1 1 0 0 4 f あの重量の第4編成のものを使ってるとか使ってないとかそういう噂があるみたいですけど、まあそこは気になりますね。ということで、まあご視聴ありがとうございました。最後までご視聴していただきありがとうございました。高評価コメントチャンネル登録してくださると嬉しいです。 次回の動画もぜひ見てくださいね。バイバーイ。